こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。大東亜戦争終結、日本が敗戦を迎えた。時は遡ること70年と時は重ね、今日、米は強固な同盟国として世界でもトップクラスの軍備や装備など強化している。日本は憲法9条により防衛だけの装備品となっている。軍隊ではなく自衛隊と称して国直下で活動任務についている。日本と共に戦った台湾、韓国もまた軍を装備日本周辺国として任務に当たっている状況。近年、中国の台頭で極東の秩序が乱れてきている。それは中国だけでなく韓国もまたその方向性を見失いつつある。北朝鮮は相変わらず問いしかなくミサイルを発射している。その中でも韓国の駆逐艦が日本所有の哨戒機、B1 に対して火器管制レーダーを発射したことは昨日のように、私は覚えている。グソミア破棄問題でもまた、米国が最後の通達を出した。今年1年でどう動くか気になるところ。では、その B1 哨戒機の話を少ししよう。2018年年末に発生した韓国海軍による火器管制レーダー照射事案。能登半島沖の日本海で、韓国の駆逐艦ヒロヒラキ土大王が海上自衛隊の B1 哨戒機に射撃システムで使われる火器管制レーダーを照射したために、日本政府が抗議した事案ですが、未だ収まりそうもありません。しかし、韓国側の提出した映像を詳しく確認すると、状況が納得できる映像が映っているそうです。ただし、これはあくまでも推測に過ぎません。念のため、余談ですが、韓国駆逐艦のヒロヒラキ土大王という名前には韓国の大いなる自負が感じられます。というのは、このヒロヒラキ土大王というのは4世紀に実在した国王の名前なんです。朝鮮半島を支配した大国高句麗の歴代国王の中でも優れた人物で中国まで領土を拡大したと言われています。駆逐艦にその名前をつけるところに韓国の意思のありかが伺えるようですね。さて、映像です。海自の P1 哨戒機が上空から撮った映像には北朝鮮の漁船が映っています。鍵となるのはこの漁船なのですが、P1 哨戒機からではちょっと見にくいようです。あまり接近はできなかったのでしょう。一方、韓国側の映像にはこの漁船がはっきりと映っています。とはいえ、こんな穏やかな海で漁船が遭難するはずもなく。となれば、この漁船は一体何をしていたのか、というのが問題となります。事件が起きた能登半島沖が、日本の排他的経済水域というのは一目瞭然です。いわば、日本以外の国の船は立ち入り禁止の海域です。そこに出現した、韓国駆逐艦と北朝鮮の漁船の目的は、言わずともすぐわかるでしょう。この海域が漁業資源の宝庫というのは、漁師や漁業関係者の中では有名です。つまり、日本の領海内での違法漁業ということだったのでしょう。海上保安庁も、時には巡視艇を出して、日本の漁船を護衛してくれてはいます。しかし、常時、この海域を自衛隊が監視できるのかというと、それはできません。ですから、日本の漁業者は自分たちの海なのに、
大国の船に締め出されるという理不尽な状況に置かれることも多々あるのです。北朝鮮の漁船というと、私たちが想像するのは古びた木造の小さなものですね。青森県の日本海側によく流れ着いたまま、その場で朽ち果てて処分に困っているという話もよく聞きます。しかし、映像の漁船は木造のボロ船ではなく、北朝鮮でも相当高価なものであるのがわかります。漁船ではなく、工作員用の漁船のようにも見えますが、形が他のものとは異なっていますし、速さも高速船並みといっておかしくないほどです。この他にも不可解な状況がありました。最大の謎は、どうしてこんな漁船が遭難するのだろう？という一点です。問題が火器管制レーダー照射事案に書き換えられているような状況にも疑問を感じます。このイカ釣り漁船と言われる船は、関係者が見れば一目で高速船だとわかる船です。ということは、この船は日本の領海内で一体何をしていたのでしょう？考えなければならないのはこちらの方ではないのかと思われます。韓国もレーダー照射だけを取り上げていますが、もう一つ大事なことは漁船のその後についてです。北朝鮮漁船の乗組員たちはどうなったのか？ということです。船自体は遭難ですから、当然北朝鮮に返却すべきです。言うまでもなく、海自の P1 哨戒機は優れた偵察機です。仮に韓国と北朝鮮で何かをやっていたところに P1 哨戒機がやってきたとしたら、やばい、日本にバレると焦ったあまり、火器管制レーダーを照射したのではないかと考えるのです。韓国の駆逐艦はヘリを出す様子もなく、観察しているのですから、北朝鮮の漁船を救難しようとはしていない様子に見受けられます。救難しようとするなら、ヘリ格納庫を開いて、ヘリを出場させる状況ではないかと思います。しかし、そんな様子は何もありません。じっくりと考えてみると、あらゆる動きが怪しいと思われてきます。そして韓国の反論映像ですが、8言語に翻訳されて公開がされている状況にも不思議な気がします。まあ、韓国も反論に必死なのでしょう。仮に、あの場に B1 哨戒機に見られては困るものがそこにあったとしたら、あえて火器管制レーダーを照射したのではないかと推測されるのです。重要なことを隠すために、わざと火器管制レーダーという目立つ行動をしたのではないでしょうか。なぜなら、韓国側の映像は誰が見ても意味のないものですし、わざわざ翻訳して世界に公開するというのも無意味です。こんな状況で果たして日韓問題は収束するのでしょうか。個人的な意見ですが、それは難しいというよりないと思われます。徴用工問題も注目されていますし、日韓関係はかなり危ういところにまで来ているようです。将来的に日韓関係はガラリと変わっていくでしょう。韓国経済も今後は危ういという見方も多いのですが、政府と裁判所と世論がしっかり稼働しているようには感じられません。日韓関係はもう修復不可能なところまで来てしまったのかもしれません。